いや、やるかやられるかしかねえ通勤場、いや、スイッチ切り替えて一発でその空気を変えられる MC になってやるぜ、よろしく。イエイイエイイエイ、What's up 群馬のヒップホップシーン、このシーンはないかだけじゃねえってことを証明しに来たぜ、アマラッペリュー、What's up。それでは行きましょう、ベスト8第2試合目、先行コーナー内科 MC、後攻がコーナーラプテリア、 DJ ティグ、レディーファイ。ずいぶん長い付き合いになっちまったな、お前のことも昔から知ってるぜ、俺らあんなに少年だったのにな、気づけ頭もハゲて腹も出たただのおっさんになっちまったな。それでもフリースタイルやラップがやめられなくて、はっきり言って B-boy なんてこじらせだって言われたぜ、関係ねえよな、こじらせも突き抜けりゃ人生ってことだろうが。当たり前だろ、死ぬまでヒップアップ、こいつは論より証拠だぜ、結局30代よう超えて残ったやつが本物だと俺は思ってる、そこで死にたいってやつ山ほど見た中、俺は現場お前もそうさ、だから未だにこの燃え続けるソウルだ。そうだな、でも俺とお前の誓いを明確にしとく、俺は随分殺してきたからな、下りの山の上に成り上がって、それでもな死神に愛されてるかもな、でも今日は絶対落とせねえんだよ、この街の最後の看板背負う覚悟はできてるぜ、お前のヒップホップをしっかり見せてみりゃ30代の生き残り甘かねえぞ。いえ、甘かねえのは分かってる、あんたが優勝してここで浴びてた照明、その裏で俺は見ていたそいつの証言、だからこそ負けれねえし譲れねえものがある作る名刺、分かってんだろ、分からせに来たアームラプテリアームヒップホップ。どちらか一方声聞かせてください。先行青コーナー内科 MC、 後攻赤コーナーラプテリア、まずは内科 MC バイシルレディジャッジ、青勝者内科 MC。